何かの高速でシュートまで行くと思ったらこんな道だね。あと500キロだぜ。もう2時間ぐらい休憩から走ってる。ずっとなんか下道とか、まあちょっとなんか2車線のところもあったけど、これはどうかな。なんか他の道なかったね、その2車線の道路からあの向かう方向の道はこれでしかなかった。そしてトラックの看板もあった。トラックここですみたいな。本当に進むしかないですね。446キロ、シュートまで。なんかおしゃれな帽子を着る人多いです、ルーマニア。高齢者とか、こう帽子が好きみたい。キャップじゃなくてなんかちゃんとした帽子。今日はもう働ける時間がなくなって駐車場にやってきた。なんか高速道路沿いにある普通の駐車場だとなんか泥棒がいるらしくて、ちょっとあんまり泊まりたくないから、いつもこういうなんかホテルとかについてる駐車場を探してます。で、今回もそういうのを Google で見つけてやってきた。あそこすぐ近くに駐車場、高速道路があるから、あまり遠くは行かなくてよかった。夜券はもちろんいます。ここはなんかちっちゃいやつ、2匹ぐらい。兄弟かな、同じやつ。
で、あそこにホテルがあるけど、なんか、この駐車場はもちろん有料。1日1泊18レイ。それはどのぐらい？ 500 円？ 600 円かな。で、そしたらなんか、シャワーでもあるかなと思ってね、ホテルだし。で、聞いたら、いや、シャワーないです。トイレだけを使っていいとか言ってた。シャワーないなんてね。悔しいね。あそこになんかお土産売ってるところもあるけど、なんか安物ばっかり。カードでも払えないし。なんかこの、ロマニアでよく売ってるお庭で置くなんか像とか、いろいろの、売ってるから、何か、まあ、ロマニアのものだったら、買おうかなと思ったけど、拾って下見たら、オランダ製の像で、ええー、と思って、まあ、そうだったらいらない、と思って。まあ、こんな感じですね。タンクにまだ水いっぱいあるから、トレーラーも今日下ろして何も入ってないから、シャワー浴びようかな。そのままで。それか。トイレでヒゲだけ剃って顔を洗ってここにいまして、ここの近くに何かの村とか、あ、ここになんか小さい町もある。ここはスクーターでちょっと行ってみようかな。時間もちょっと暇な時間もあるし、ルーマニアはまだスクーターで回ったことないね。うん。
んだこれは。これは金があるとこか。ちょっと入ってみる。おもろいね。ちょっと金を一回流したいけど、ちょっと村に殺されるかもしれない。村人に。なってると思った。夜になんか危険物 ADR のを運んでるトラックが何台も来て、多分なんか爆弾かな何かので、そのトラックについてこう警察とか軍、何かの軍がトラック何台も一緒に来て、あのトラックの後ろに止まって、夜はずっといた。ずっとあのトラックを守ってた3か4台の警察。気づかない。よし、2番目の荷降ろしに行きます。で、あとは積み込みは洗濯機をトラックいっぱい積むみたい。18トン洗濯機。今この犬にソーセージを投げて、車に入ってる警察の一人がすげえなんか怪しんで見てた。あれの方に何か怪しいものを投げたからかな。まあ、追いかけてないから大丈夫です。We'll be right back.
今はもう最後の荷下ろしの後、その最後の荷下ろし結構急いで動画を撮る機会もなかったし、別に面白いことも何もなかったし、まあこんなもんです。今はもう何も入ってないトラックに、で今からはもうポーランドに持っていく荷物を積みに行きます。洗濯機、18トン、トラックとトレーラー両方最後までいっぱい積んで、ひまわりだらけだ。Turn left onto the continue on DC meters.10トンまでって看板があったけど、これしかないね、道は。狭くなる気がするね。本当に他の道ないのかな。なんかありそう。ああやば。おもろいね。なんか結構でかい、まあ、洗濯機とかを作ってる会社だからね、トラックがいっぱい来てるんだよね、絶対全ヨーロッパからね、ロマニアから他の国にも輸出してるからね。なんかどういうことこれ。ちょっとルーマニアはまだね、例えばドイツだったらもうどこでもあの高速道路があるで、もう国のどこでも どんなところでも高速道路で行ける。最後だけに高速から出て目的まで行くけど、ほとんど全部の空にどんな方向でも、もうなんかすごいいっぱいね、高速道路はどこにでも行ける。ポーランドとかだったらまあ北から南まで1本
か日本と東から西まで日本とかとちょっとその間になんか車専用のちょっと速い道路とかもある。だからもう最後だけ国道に入っていく。それかまあドイツほどはね全然少ないけど、ロマニアよりは走りやすい。例えばあの昨日の荷下ろしの後州都に向かって行ってたらね、北から南まで全部の国を通るとやっぱ何かの高速道路はあるはずと思ってたのにね、なんか山道とかだった。だからここにも国道あるみたいね。で俺も最初国道で来たけど、この国道とあの国道はつながってないね。どこかにはつながってるけど、そのつながりのところまで行きたかったら多分何十キロ、道が長くなりますね。あらまあ、これは誰かが入れてくれないと永遠まで待てますね。これはしょうがない。今は登録してメッセージを待ってと言われてメッセージを待ってます。外の気温40度、すーげー暑い。なんか雲が全くなくて、外にいると日が当たる、なんか日に当たられるとめちゃくちゃ暑い。何百台の洗濯機を積みました。全部で17トン、17トンで、今から Google マップでなんか近くにあるあのトラックストップを見つけてあそこに向かってます。もうそろそろ働ける時間がなくなる。あと30分とかしかないから、場所があるといいね。空いてる駐車場があるといいです。なんかここから4キロでこの街面白そうなんで、スクーターとかでちょっとブラブラしてみようかな。ちょっと怪しいやつが多いけど、なんかこのスクーターとハンドルについてる iPhone のはなんか狙われそうだね、何かの泥棒がいたら。でもいいか、30キロ出せるから30キロ長い間走れる人は少ないな。何の乗り物、
急いでそうなのがいるね、後ろに。ここら辺どこか、いいね。なんかいいところ。ちょっとここは本当にスクーターでちょっと走ってみたいな。ほんまに。あとちょっとで左側にあるはず、300m。ルーマニアのトラックストップ。うん、トラックの洗車とかタイヤの、あれ過ぎたんや。これ悪いんだけど、まあ何も来てないから段ボールの警察にも罰金はされないよね。ところでローマニアの汚い言葉を一つ覚えました。プーラメンっていう、教えてもらった倉庫の人に。くそ、また過ぎてしまいそうだったね。